はい、ということでですね、はい。鉄道、京都鉄道博物館に来ておりまして、今日は一日ですね、貨物ジャーナルさんと遊んでました。貨物列車見てまし見てましたね。た。はい。今日はですね、鉄道の日、はい、10月14日ということで、そうですね、今年は、はい、鉄道貨物輸送が始まって150周年の節目。おめでとうございます。はい、ということで、旅客輸送は去年やったんですね。はい、明治5年、1872年のスタートだったんですけど、貨物輸送は1年遅れて1873年ということなので、今年が150周年。はい、で、実際貨物輸送開始は9月ですよね。そうですね、9月15日だったと思います。うん、だからまあ、今日じゃないんですけど、まあ、今日は150周年目の鉄道の日ということで、鉄道博物館の方に遊びに来させてもらいました。はい、実はですね、今日は、JR 貨物さんの、ある方の講演会がありまして、ね、はい、お話を聞かせてもらいました。はい、はい、で貨物ジャーナルさんなんで、まあ、貨物のネタということでですね、まあ今回いろいろと、実はこれ京都鉄道博物館のテラスにおるんですけども、はい、ここからね、4071列車の出発を見送ったりですね、いろいろと貨物について学ばせていただきました。今回こんな感じで貨物ジャーナルさんとお話をさせていただくっていうのも初めて、ね、そうですね、はい、コラボライブをさせてもらったことがあるんですけど、そうですね、はい、貨物ジャーナルさんは鉄道貨物輸送の大切さを世間、世の中に伝える、伝えるっていうのをコンセプトにやられておられると、はい、で私の方はまあもうちょっとまあまあ大雑把な感じで、まあ、鉄道の楽しさ、観光の旅行の楽しさっていうのをまあこう発信していくっていうのをまあコンセプトにやってるんですけども、私としてはですね、はい、やっぱりこのいろいろとやっぱりお互いにこう刺激しながらこう夢に近づいていきたいなと思っておりまして、はい、そうですね、はい、どうでしょうね、なんか今後こうなんかこうまあ、大きいことっていうとちょっとなんか、はい、お聞こえてますか、ね、いい音ですね、いい音ですね、はい、はい、なんか大きいことをね、はい、こう発信力をこう増していくというか、はい、っていうのがちょっとできたらなと思っておりまして、はい、まあ、いろいろとこうジャーナルさんの活動の方にも、はい、いろいろと僕の方も参加はい、させていただいたり、いや非常に、ね、いつも講演会の際は力強い、ね、はい、でまたねこうやってジャーナルさんのも私の方のチャンネルの方に出ていただいたりとかして、ね、でやっぱり総合的にやっていきたいと思ってるんですけども、ですよね、はい、で今後はやっぱりね、なんかこうコラボというか、なんて言いますかね、なんかこ うんやっぱりね、一人では結構しんどい限界もね、はい、うん、やっぱり感じるところがあるので、はい、なんかいろいろやっていきたいなと思っておりますが、ジャーナルさんの方はなんかこう今後何か具体的に、まあ、今度その、沖縄那覇から、はい、北海道稚内まで、貨物列車で走らせる、うん、コンテナを走らせるっていうのは、そうですね、私自身が、うん、その依頼して私の荷物を運んでいただくと、うん、はい、そういう企画ですね、うん、はい、これを今進行中です、うん、で実際ですね、ちょっとこう聞いててもなんかこう分かりづらいというか、はい、ところあるかと思うんですけども、はい、実際的にはですね、JR 貨物さんのやっているこの貨物輸送自体がなかなかちょっとこう実態が、ね、分かりにくいっていうところが多分僕もありまして、はい、で例えば牽引機をと、ね、牽引機をこう取るとか、そういうところはまあまあ、ね、興味をお持ちの方もおられると思うんですけど、例えば実際に貨物を使って何かをするっていうのは、はい、なかなか機会もなくてね、はい、そうですね、そういうのを考えることもなかなかなくて、そういうのをね、こうのなんかうまいこと、お伝えできればなと思って、はい、そうですね、はい、で、まあ、それをなんとかこう 今考えてるのはその貨物列車をみんなで追っかけるという、そうですね、はい、イメージですけど、うんうん、またもうちょっと他にもなんかねできたらなっていうふうに思っています、うん、はい、2024年問題っていうのが非常に
あの日本の物流に、ね、うんですね、はい、大きな影響を与えようとしているのはもう避けられないので、はい、でまあ、私としたら鉄道貨物輸送っていうのは非常にあのこれからこう注目を浴びる、浴びますね、モーダルシフトっていうのがもう本格的に、うん、進んでいくんやろうなと、はい、いろいろ大人の事情とかもあると思うんですけど、まあ、とはいえですね、やっぱりこう具体的にこう物理的にね、運転手さんがいなくなるっていうのがあるので、うん、やはりこれから見直されるべきものやと思いますし、で、まあ、そのためにはそういう、ね、鉄道のこうやって鉄道の貨物のシステムっていうのが動いてて日本の物流のこの部分を担ってんねやと、うんうん、で今後この部分が人手不足になるからこの部分をどうカバーしていくかっていうようなところを、まあ、考えていかないとあかん時に、やはりその時にあ、じゃあ鉄道貨物ってすごくね、だって一人の運転手さんであんだけの貨物を運ぶっていうのも紛れもない事実なんで、いろいろそのコスト的な話とか、考えるとまあまあ一概に それが有効かっていうのはなかなかな、とはいえですね、人手不足には解消には必ずすごく寄与すると思うので、うん、なかなかその辺のところをこうそういういいところをね発信をしていきたいなと思っております。はい、そうですね、はい、だからそういうところをね、鴨志田さんに頑張っていただかないといけないと思いますので、はい、でやはりね、その上でまあ今日今回の講演会でまあトラックから貨物輸送、はい、鉄道に切り替える、うん、まあいわゆるそのモーダルシフトっていうのをまあ、やはり今やっぱり注目を浴びているのは事実で、非常にその切り替える企業さん会社さんもたくさんおられるらしいですけども、とはいえやはりそのトラック輸送のために作られた貨物システム、貨物のコンテナとかなので、なかなかじゃあいきなりそれを貨物に積んだらええやんっていうのはならないです。そうですね、うん、でまあ行けるところもあるんですけど、で例えばそのこの重さ的には例えば10トンコンテナを5トンコンテナ2個に積み替えて運べばええやんっていうのもあるんですけど、実はそうではなくて容積も当然関係してくるので、はい、ちょっと比較的軽くてかさばるもんっていうのは、同じ10トンコンテナで運んでたやつを5トンコンテナに積み替えたら3ついるパターンもあるんです、ね、うん、なのでなかなかうまいこといかないっていうので、作られたのがこの31フィートコンテナ、うんうん、はい、でそのトラックからのこうモデルシフトの対応できる、はい、貨物のコンテナの方とかをいろいろとこう、うん、対応できるように改造とか進化をしてるんですけども、はい、でじゃあ今ねトラックの輸送をドーンと貨物に鉄道貨物に振り替えたら問題は解決するのかっていう、そうでもいかないですね。そうですね、うん、例えばもう例えば今のね、東海道本線とかだと結構輸送量ね、いっぱいでさばいてますんで、でそんな中でまだこれ以上貨物列車を導発するのも結構難しい、難しいみたいですね、はい、で今度こう鉄道貨物列車が少ないところは、じゃあどうなのかというと、なかなかその列車そこも列車の本数を増やすことができなくて、例えばもう貨物輸送をやめてしまったような路線とかも、じゃあ今すぐ貨物走らせたらいいやんってなかなか難しいらしいんですね。ですね、はい、でそこはやっぱりね大きな力がいると思うんです。だから例えばインフラの整備とか結構大きな金額のものがいると思いますし、昔みたいに国有鉄道じゃないのでね、ヤルハムさんというのはもう一企業なので、はい、一企業さんにそこまで負担をかけるのも、うん、っていうのもありますし、とはいえじゃあ税金を貨物の設備に投資するのもじゃあどうなのっていうところも当然あると思うんですけど、はい、やっぱり今の考え方自体がやっぱり鉄道貨物にやっぱりこう依存しないといけないっていう気持ちがあると、やっぱり
結構ねあのそういうのも可能になると思いますので、やっぱりジャーナルさんのね、とか他の方もいろいろ考えを発表されてると思うんですけど、あのそういうふうに貨物輸送の大切さっていうのを伝えていくと、ね、うんうん、やっぱり多くの人が興味を持つっていうのが一番大事かなって思いますよね、うん、はい、でやはりそのまあ今の段階をだけを見るんやなしに、例えば10年後、うん、で今、まあね、ここ周りは走り回って元気なお子さんたちが、ね、はい、貨物列車の、うん、ね、貨物列車も新幹線と同じように好きになってくれて、そうそうそう、興味を持って、うん、で、貨物列車っていうのは必要なんやな、ね、っていうのをこういろいろ感じながら成長してもらうと、10年後には、まあ、違った、ね、はい、うん、何人かはもうリアル貨物さんに入ってですね、いろいろな物流の、ね、システムを開発したりとか、そうですね、先頭に立っていらっしゃるかもしれないですよね。そうなんですよ。そんなのそう楽しみですよね、うんうん、だその辺でやっぱりそのジャーナルさんにはあの鉄道、まあ、その大切さを伝えるためにはどうしたらいいのかっていうのは、楽しさを伝えるっていうのが、うん、そうですね、うん、いるかなと、はい、うん、実際ね、まあその国会議員になってね、やってくれたらそれはそれ実際貨物列車を一本走らせろってできるかもしれませんけど、まあなかなかねそれもあれだ、うん、じゃあどうするかっていうと、やっぱこのジャーナルさん の, この持ってる発信力を利用して、うん、あのね、貨物を楽しむ、そうそうそう、うん、楽しむっていうのが大事かなと思いますよね、はい、その一つは毎朝やっていられる朝ドライブで3092列車をもう見ると、はい、うん、でちょっとね、まあ、私からの注文からなんか言わせてもらうと、はい、もうちょっとその例えば解説とかを別動画で、はい、あー、なるほど、例えば3092でもこう毎日、例えば釜の色が違う、はい、でまあ、あれは共通にしてるからだけなんですけど、うんうん、なんで前赤があったり青があったりっていうのは知らない方もおられるんで、はい、うん、とかね、はい、うん、で貨物列車の多い少ないが何であるのかとかっていうようなところを、はい、なんか別の何でしょうかね、ジャーナルスクール感じで、なんかあのね、そういう解説動画みたいなのもこう やると面白いかなって思ったりするんですけど、はいはい、うん、なんかそのあんまり難しい話はあのしても多分そうなんですよ、ね、してありますか、うん、皆さんもそう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 、詳しい方多いから、うん、でらしにこうね、あのここで一番思うのはお母さん、うん、お母さんにこう知ってもらったら子供に説明してくれるんで、そうですね、うんうん、でお母さんの言うことっていうのはやっぱりあの子供はやっぱり聞くんでね、そうですね、うん、だからお母さんも尊敬されるしそうそうそう、もうみんながウィンウィンの、うん、になるので、ちょっとね、だからそんなことも僕ちょっと最近思ったりもするんですけど、うんうん、だからまあちょっと当然ね、あの、今までこういろいろ研究されてきたそういう方にも、まあ、当然発信するのも大事だと思うんですけど、はい、あまりご存知じゃない方についても、はい、もう優しくね、うん、あの分かりやすく伝えれるようなチャンネルになってほしいなと思っております。ありがとうございます、はい、やっぱりね、貨物列車、うん、好きな子どもたちがたくさん増えて、ね、いずれはあの日本の物流を背負うような人に、そうですね、うん、なってもらえたらもうすごくね嬉しいし、ね、多分それがジャーナルさんが求めてはる、うん、あの夢やと思います、ね、はい、はい、まああの私のチャンネルよりも、うん、その詳しく解説とかされてる、うん、その貨物列車のことを詳しい方もたくさんいらっしゃいますし、うん、ね、あのそういう方たくさんそういうチャンネルありますから、うん、まああのそこはその人たちに任せてですね、うん、私はその楽しいっていうことを伝えたいなっていう、そうですね、そうそうそう、うん、知識ではなくて見て楽しいなっていうことを伝えて、うん、興味を持ってもらうっていうのを一番にしたいなって思ってます、うん、はい、まあ、結構あのジャーナルさんのそのねフォロワーさん視聴者さんも結構女性の方とかも、ね、うん、そうですね、ありがたいことに、はい、うん、最近だいぶ増えてきましたね、いいなって思ってます、はい、ということで、今後ともね、はい、まずはお体を気をつけてくださいね。そうなんですよね。もうすぐ50 そうなんですよ、50なんですよね。まあ、僕53なんですけど。はい、そう、お互いね、やっぱり秀樹さん元気だなと思いますよ。このね、結構頻繁に動画出してらっしゃいますし、
すごく元気だなって いつ寝てんだろうって、はい、でまあまあね、とはいえやっぱりこう、はい、体が資本、はい、やし、あ、5064出発しました ね、 じゃあこの辺で切り上げて見に行きましょうか行きましょうか、はい、そのこのまま持って行きましょうか、走りましょうか、とりあえず、はいはい、はい、分かりました、はい、さあ5064列車、岡山でしたっけ、岡山貨物ターミナル発東京貨物ターミナル駅、機関車は EF210、 ちょっと号機までは分かりませんでしたけども、はい、12フィートコンテナがすごいですね、 JR さんの12フィートコンテナがずらりと並んでおります、素晴らしいですね、あ、すごいね、はい、ていうかオール JR さんの12フィートですね、すごいな、すごいすごい、はい、それもですね、真ん中のあの2両だけ青空コンテナになってますけど、それ以外はもうフル積載ということでね、はい、はい、岡山貨物ターミナルを出て、終着東京貨物ターミナルに向けて、これから下走ります、東へ向かって下走っていきます、はい、いや、いいですね、あ、行ってらっしゃい、はい、ということで、はい、はい、ですね、はい、というわけで、はい、終わりますはい、終わります、はい、ありがとうございました、よろしくお願いします。